はいどうも、今日もギリギリバトでやっていきましょう。チャポです。ということで、これでいっか。まあのんびり雑談会です。かける使うときは大体雑談なんだよね。まあその大阪のお出かけ動画撮ってきましたっていう報告動画だったんですけど、前回は。まあ今回も引き続き大阪について喋ろうかなと思います。本当にね、楽しかった大阪。まあね、あの有名なテーマパークに行ったり、あとはね、大阪といえばああいうね、街を思い出す方もいると思うんですけど、まさにそんな感じのとこに行きました。あらららら、ベーゴマに負けちゃったピポトロンくんはかわいそうですね。さあ強化弾ですね。危ないですね。わお、はは、強化弾、危ない危ない危ない。危ないよ危ないよ。さあ逃げます。オッケー。さあ自分のできる最低限の追い打ちはできました。はい、オッケー。柱の上に乗った瞬間ダブバレが飛んでくるというね、地獄を見せつけました。もうダブバレはね、だいたい2発目当たるんですよ。このゲームだいたい止まってる敵に当たったらダブバレの2発目って高確率で当たるんで、本当に変な当て方しない限りもう絶対当たるからね。はい、おお、ブルー怖いね。あらスピードが制御できなくて落ちちゃってますね。はい、ブルーサンダーですか。オッケー、これはもう気配で攻撃するって感じですね。さあピポトロンブルーが終わったらもうレッドですよ。レッドはもう初動でやれば終わりなんで、行きましょう。まあ高火力なんでね、シャンケル君は。もうこれで死にます。バイバイ。強いねマジで。危ね、それは届かない。さあクラッシャリケーンでいいや。ディメンションブレイクしてクラッシャリケーン。
かった。あぶねえ。わお、理論ちゃって素晴らしい。やっぱクラッシャー利権強いね。最強です。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。